はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は2年ぐらい前に発売されたトラックスペーサーというソフト、とっても気になっていたんですが、何をするものかよくわからないまま、世間の評価はかなり上がってきてるのに自分自身が理解できないで購入をしていませんでした。これはいわゆるトラック間の帯域かぶり、通常ならイコライザーでいらない部分を削っていったりフィルターをかけたりしていくところなんですが、それを完全に自動でやってくれるとっても魔法のようなプラグインとなっています。村長ミュージックスタジオ、このプラグインの種類を言うとしたならば、サイドチェーン対応自動追尾32バンドダイナミックイコライザー、そんな長い名前でも付けれそうなとっても便利なツールです。まずギターとボーカルでテストしてみます。一番上のトラックにこのプラグインを挿入しました。そしてサイドチェーンボタンを押してサイドチェーンをこうやってボーカルとリンクさせます。サイドチェーンがよく分かってない人はここを押さえてほしいところなんですが、どの DAW であってもこういう設定をするとボーカルのところにサイドチェーンということでギター1インサートトラックスペーサー 2.5 こういうような表示が勝手に出来上がります。サイドチェーンとその相手の鮮度とは一対です。ここをしっかり押さえてください。こちらのボーカルから送られた音がこのプラグインに表示されます。ちょっと見てみてください。子供たちや家族の幸せが自分の幸せだと思ってた。それはこのようにボーカルの波形がこちらで表示されます。そして今このようにローカットとハイカットを設定しています。ボーカルの高音部分は若干処理をしなくてもそんなに影響がないので、なるべくギターの音質を変えないようにハイパスとローパスをこのように設定するといいでしょう。ただしこのソフトは瞬間瞬間の周波数を検知しますので、そんなに影響が大きいわけではありません。かなり原因をリダクションしますけれども、聞いていただくとそんなに影響がないことがよくわかります。もう一度流してみます。そして真ん中のこのノブでどれだけギターをリダクションするか、それを設定することができます。子供たちや家族の幸せが今白いラインが出ましたが、これがリダクションしている量です。でもそんなにギターが変わったように、そして小さすぎるようには聞こえなかったはずです。もちろん今はテストのためにギターを少し大きめにして、そしてこのリダクションも強めにかけています。じゃあこれでもう一度どれだけリダクションするか、サイドチェーンを切ったり入れたりしながら確認してみます。切っているとボーカルがかなり埋まります。子供たちや家族の幸せが自分の幸せだと思ってた。それは入れます。確かに、まあ、子供たちや家族の幸せが自分の幸せだと思ってた。それは確かに間違いじゃないけれど、そ
そしてこの楽曲にはチェロも入っています。チェロの方にも同じようにかけてみます。子供たちや家族の幸せが自分の幸せだと思う。それは確かに。チェロが入るととってもボーカルが埋まっていきます。子供たちや家族の幸せが自分の幸せだと思う。それは確かに間違いじゃないけれど、子供たちや家族の幸せが、もう一度切ります。素晴らしいですね。かぶりの部分をうまく処理しています。そしてこのソフトにはもっと詳細にパンであったり LR 処理なのか MS 処理なのか、そしてアタックのタイムとリリースのタイム、それがありますし、入ってきているサイドチェーンの音をここでそれだけを聞くこともできます。ちょっとやってみます。間違いじゃないけれど、子供たちや家族の幸せが自分の幸せだと思ってた。それは確かに間違いじゃないけれど、初心者の方は帯域のかぶりまでまだまだどう処理していいのか、やったこともないという方もおられると思います。なんとなくパンやボリュームの大きさでそれぞれのトラックの良さを引き出したり、まずそれが第一のミキシングの方法ですけれども、上達してくると一つ一つの楽器の帯域のかぶりが気になってきて、これを処理することによりどのトラックの音も小さいながらに帯域を上手に処理するととっても聞きやすいミックスになっていきます。トラックスペーサーを使うとそういう知識なくうまくできるんですが、問題はこのルーティングです。サイドチェーンや線路の理屈をうまくわからないと、例えば今はギターとボーカルというような流れで作りましたが、ギターが2本3本あった時に、例えばそれをバス1つにまとめてバスにこのトラックスペーサーを入れてボーカルとサイドチェーンするとか、いろいろ複雑にセッティングすることができます。これには少しルーティングという知識が必要になってきます。ただしこのソフト 6,000円の定価で買えて、キャンペーンもたまにあります。皆さんトラックのミックスの帯域かぶりを簡単に処理できるこのトラックスペーサーはとっても神プラグインということができると思います。もし試す機会があったら挑戦してみてください。村長でした。